キャンプワンの方もキャンプワンじゃない方もこんにちは、ヤキです。今月もやります、ビーパル2024年1月号の付録紹介です。2023年12月の7日発売のビーパル1月号ですけれども、今回はこちらの付録見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。サブチャンネルも合わせてよろしくお願いします。さあ、というわけでですね、開けていきたいと思います。まずじゃん、はい、今回は小さめですね。はい、 LED 付き7機能マルチツールということで、今回はマルチツールが付録ですね。ではちょっと開けていきます。思ったよりちっちゃいですね。こんなサイズ、こんなぐらい、もっとなんかこれぐらいあるのかなと思ったら結構ちっちゃいです。で、今回はですね、ジャックウルフスキン、ダウンジャケットとか出してるようなブランドですね。ジャックウルフスキンから出てるマルチツールです。このマルチツール、7つの機能がついてるそうです。まずですね、ここを開くと、ほら、プライヤーになってます。こういうプライヤーになってて、まあ、ペンチですね、ペンチになってます。で、ここの中、ここがワイヤーカッター、ワイヤーカッターになってます。で、ここがペーパーナイフね。全然刃になってないんで切れないです。ペーパーナイフと缶切りで、プラスドライバーで、ノコギリで、最後 LED ライトがついてます。で、これちょっとね、 LED ライトは電池がボタン電池ですね。ボタン電池が LR41 ボタン電池を、これは別売りで買わないといけないです。すいません、今回ちょっと買ってないです。すいません。これライトがついてるとっていうものですね。まあ、プラスね、ちょっとナイフでもついてればより良かったかなとは思うんですけども、個人的にはこのライトがついてるっていうところが大きいですね。マルチツールでライトがついてるってでかいなぁと思います。サイズ的にも思ったよりちっちゃかったんで、これぐらいのサイズなんでキャンプに1個持って行っても荷物にならないかなという感じですね。ジャックウルフスキンっていうのはドイツ発祥のアウトドアブランドで、今回ビーパルと初コラボということですね。で、バックパックやテント、寝袋を作り始めたところから、まあ、始まってるというところですね。今年の秋冬シーズンから高品質なアライド社のダウンを全てのダウン製品に採用することになったというジャックウルフスキンとのコラボですね。今回ですけれども、今回のビーパルなんですが、2024年アウトドア道具ヒット予測ということでですね、毎年恒例のビーパルアウトドアアワード2023がまあ発表されていたりですね、あとはそれ以外にも2024年こういうのが流行るんじゃないかみたいなのが載っています。で、各ね、いろいろソロテントとかタープとか焚き火台とか、カテゴリーごとにですね、テーブルとかチェアもありますね。カテゴリーごとに2024年で流行るであろうキャンプギアをいろいろ紹介してますね。ソフトクーラーとかハードクーラーもありますね。ランタンとかね、あったりしますけども。で、あとは、各ブランドの新しい新商品ですね、新商品のこととか載ってたりします。さっきもちらっと見たんですけど、スノーピークのね、この前僕の動画でも紹介しますけど、リゲルプロの情報とかもね、また載ってたりもしますし、そこら辺がいいですね。で、今回はですね、クリスマスが近いということで、ギフトボックスっていうのが今回ビーパルから出てるようで、総額25,000円相当が12,100円で買えるという特製ギフトボックスっていうのも今回は買えるみたいです。あと来月ですね、来月は1月9日発売の2024年2月号ですね。プロクターですね、こちら極厚あったかブランケットモンベルで、今回ちょっと珍しいですね、ブルーかブラウンの2色のうちどちらか1色がランダムに入ってます。どっちになるかわからないというところですね。これ去年はコールマン、去年も一昨年もなんか、まあ例年コールマンだったんですけど、今年はモンベルですね。コールマンもう出ないのかな。で、一応2枚買ったら2枚繋げることもできますよってブランケットで、特集もいいですね、アウトドアブランド大百科、以前も一度ありましたけど、それの最新版ということですね。新アウトドアブランド大百科、いろんなブランド紹介してますので、来月ちょっと僕好きそうな内容ですね。というわけで、来月もまたビーパルの発売日に動画出します。今日ちょっと出すの遅くなっちゃったんですけど、来月はもう少し早く出せると思いますので、ぜひご覧ください。では今回の動画はここまで、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。